スピンナー。このプログラムはイギリス英語の先生ハリー杉山とアメリカ育ちの生徒ジェニーが繰り広げるドタパタにぎやかなイングリッシュレッスン。世界中で起こっているさまざまなニュースやトピックスをピックアップ。イギリスとアメリカの英語や文化の違いを学びながら真のイングリッシュマスターを目指しましょう。それではレッツスタートザレッスン。スピナースピナースピナー UK vs US UK vs US Fancy an English battleUK versus US Fancy an English Battle Season 2. Good morning, good afternoon, good evening to all of you lot. I'm Harry Sugiyama with Jenny. How are you, Jenny?I'm fine, I'm Jenny, and you are Hariyama. Yes, I am Hariyama. we are recording this at night. Yes, it's 9:36. And we are fast approaching midnight, not really. Not really, it's 9:36. It's still 10-ish. we have a message. Yep.いっちゃいます。うるまるさんからです。お願いします。ハッシュタグスピヌクスね、 S-P-I-N-U-K-U-S。 皆さんね、毎週メッセージ待ってますよ。読んでるよ。ご希望あったらね、何でもね投げてくださいね。ありがとう。 Thank you、うるまるさん、毎週楽しみに配信聞いてます。 Thank you。 おトイレの呼び方を知っていたら海外に行った時困りませんね、うん、間違いない、ところで今回ご紹介されていた便利トイレですが、うん、以前テレビで介護の現場に使われるようなことを見ました、介護する側の負担が軽減されるという面でとても便利な機能ですが、自分はちょっと、これ前回の放送聞いたことある人なら分かると思うんですけど、はい、このスマートトイレ、その肛門門を、うん、あの判断してあのその管理、健康管理をしていくってものなんですけど、はいはいはい、あの記憶されちゃうんだよね、自分のが。そうですね、インプットされてしまうんですよね。そうだから今日のうんちはお硬いですねとか、ね、今日のお色合いは、はい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 、Looking good とかね。Your poo looking good. Your poo is just lovely. Your poo is just doing great today. Your poo looking long. ね、looking long. A little short today. ね、まあまあまあいろいろと分析されてしまうんですけど、まあ、自分としてはちょっとどうかなと思いきや、これ介護の現場でマジで最高だと思います。いや介護はいいね。だってさ、もういろいろ分かっちゃうわけだからさ、健康的なことでさ。まああとその大変じゃない介護なんて。だって体重もね、うん、重かったりするし、そう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 、運んだりとかしてる中でやっぱ見てられないっていうか、時間も限られてる中で、そこでこのヘルプが入るって天才的ですよね。そうそう、結構介護施設であの皆さんインスペクションしっかりなされてるし、もちろんさ、うん、ね、お手洗いを自分でできない方々もいらっしゃるわけだから、 そうだよね、そこもすごいあのケアしてくださってるわけだから、ね、ちょっとね期待したいんですね、個人的には。いや、このスマートトイレ。ただ自分も一緒で、あのうるまるさんと一緒でちょっとな、わかる、私はいいかな、ね、ね、いや、まあ、まあ、maybe someday but not now。 いつかいいかも。 My butthole is mine and mine alone。 バットホールはあの私 の、まあ、まあ聞いた通りかな、バットお尻で、ホールはまあわかるでしょう。お穴でございま す、 お穴です、ね、私のお尻のお穴は私のもので誰のものでもございませんという話でございますけど、いやだ、どうしよう、ね、中継なんかもうどうする、自分の情報がその放出されたら、ね、売られてるかもしれない。それがね、ハッキングされてやばいよね。ね、やだ、うん、Anyway 行きましょう、okay。 今回取り上げるニュースはこちらです。William Shatner, star of America's sci-fi classic Star Trek, has flown to the edge of space. はい、というわけでこちら日本語で和訳いたしますと、アメリカ SF の傑作スタートレックのスターウィリアム・シャトナーが宇宙飛行しました。ついに宇宙に行かれました。ってことはまあ本当ね、あれですよね、あの一世風靡した、今でもしている、うん、スタートレックの役者が本当に宇宙に行ったっていう、そういうことです。わあ。でこのウィリアム・シャトナーさんはあのスタートレックのオリジナルシリーズ、オジリナルだってオジリナルいろいろ問題ですね、オジリナル、うん、いやいや素敵だと思います、オリジナルシリーズですね、うん、USS エンタープライズのジェームズ・T・カーク船長役を演じた俳優さんなんですね、はい、船長がもう行ったってわけなんですよ。結構激アツですよ、うん、これはキャプテンでしょ、キャプテン、yes、 わけですよね、 The captain of the ship。 わお、シャトナーさん現在90歳いけちゃうんだね。わお、マッサブリスペクトね。いや、yeah, tell me about it、 本当よ。これさ、宇宙へのどういうふうに行ったかというと、うん、あ、超
億万長万長者のジェフ・ベゾスさんですよね、が作った民間企業ブルーオリジンによって宇宙飛行が実現したと。So he went out of space. Yeah, he went out there. Yeah, he went out of space. Out of the stratosphere and atmosphere into space. そう。わー。大気圏を少し越えて宇宙から地球を見下ろしたシャトナーさんは、We need to take care of the planet, but it's so fragile. 我々の惑星の面倒をちゃんと見ないと本当に脆いんだと言ったそうです。ちなみにですね、このちゃんと地球を大事にしないとっていうこの思いはですね、宇宙飛行士にも多いらしくて、でこの心理現象を英語で The Overview Effect っていうんですね、外観効果っていうらしいですね。外観効果、そう、なるほどね。で使い方は I went to space and I had the overview effect っていうんだって。使う機会なんてないんでしょうけど、ないでしょうけど、いやでも思っちゃうんだね。だから要するにその地球がどれほどその銀河と比べるとちっちゃいものか、もう五感を通して分かっちゃうわけじゃん。ね、見てね、もうなんて自分はちっちゃい存在なのかなと思って、こんな宝のようなさ、真っ暗の中にさ、真っ青で、ね、緑でさ、もうこんなカラフルなもん、やっぱそれはもう大切しなきゃいけないよねって思う気持ちはなんとなく分かる、ね、だけど普通毎日生きながら気づきましょう皆さん。そうだね、普通に生きててちっちゃいコンクリートの間にタンポポなんか咲いてたら頑張ってるねみたいな感じで、踏まないようにしてあげるとか。そうなんですよね。It's difficult. What would you want to get a space someday? Space に対してどう思う？宇宙に対しての憧れってある？ I would love to go to space. Yeah. Would you like to go to space? という質問に対してね。本当？ Yeah, I would love to go. 行きたいけど、but I'm a little worried because I have to. I think I can't see my family anymore. なんかもう家族に会えないんじゃないかって。宇宙に行ったら？なんかその何光年とかあるじゃないですか。それでもう話でかすぎじゃない？宇宙に行ってさ、別にさ火星とかさ土星とかさ冥王星に行くわけじゃないじゃん。普通にちょっと宇宙に行ってね、大気圏のちょっと外に出てちょっと回って、はい、戻ってくるって話じゃないの？まあそれぐらいだったらいいんだけど、でもなんかスペースってなんか何があるかわからないから、一個いいですか？シャトナーもう10分で終わったんですよ。10分で終わりました。10分で終わったの？じゃあ行くわ。行くよね。Then yeah, if it's that, I'll go. それだったら、マーベル見すぎかもしれませんね。No, it's like you have to. Let's go to Asgard. Yeah, you have to be prepared for everything. なんか全部準備して、なんか覚悟していかないと、you'll regret it. 絶対になんか後悔するじゃん、if something happened. そう、まあ覚悟あればね、if you're ready for it, you'd be okay. でも毎日俺さ、家出るタイミングで、もし俺が今日死んだらどうなっちゃうのかなって、めっちゃ怖いもん。確かに宇宙に行ったらさ、俺、I'm just too scared of space. マジで、これマジで宇宙恐怖だと思って、なぜかっていうと、スタンリー・クブリックの「スペース・オディシー」っていう作品で、なんか乗ってるシャトルっていうかさ、乗ってる宇宙船 の, AI コンピューターが暴走して、もう永遠とさ暗闇に向かって葬られるみたいなさ、アベンジャーズでも、トニー・スタークですか？スタークもいるんだけど、スタークよりどちらかというと、サノスの、サノス軍団分かる？あ、分かりますよ。サノス軍団のうちの一人がさ、やべえやつが宇宙にぶっ放されるシーンあるじゃん。ありましたね。ねあれやばいよね。カチカチになっちゃうさ、あいつ結構無敵だったじゃん。あいつ名前ちょっと忘れちゃったんだけども、ね、しかも最終的にさ、また違うユニバースから出てきちゃうじゃん、あいつ、で宇宙にドーンって投げ出されてさ、なんて孤独な、マット・デーモンの作品もあったよね、マット・デイモンのあれちょっとこれ今 The Martian? The Martian だったっけ、 なんかマット・デイモンのさ火星人になるっていう、なんかもうそう火星でサバ芋を火星で芋を耕す話のやつ、あれマーシュンだっけ The Martian、男の人だっけ、一人だけ葬られてって話だったっけ、 Yes, it's Matt Damon. Matt Damon. これ説明するの超むずいよね。むずいな。Matt Damon って呼ばれるからね。まあそれはさっき置いときましょう。ね、ちょっと話したい、宇宙の話なんだけども、Yes. SF ものって、どう、ジェニーとか結構今まで見てきたりとか、まあスタートレックもあればさ、もちろんスターウォーズはちょっと見たことある、まあちょっとかじったぐらいかな、だよね。僕イギリス人としてはちょっとお話ししたいのがレッドドワーフっていうこれ、知ってる人ぞ知ってる、1980年代後半から1990年代後半に続いた、まあ簡単に言うとテレビドラマシリーズだったんですよ。 BBC がやってたレッドドワーフ、で日本でも NHK のなんか深夜とかで確か一時期ちょっと放映されていたんですね、で皆さん「スター・ウォーズ・スター・トレック」ね、とんでもない予算がかけられている壮大なさ、
もうシリーズなんですけど、レッドドワーフっていうものはテレビシリーズで完全に SF コメディなんですよ。コメディ、はい。まあ、ストーリーとしてはリスターっていうね乗組員がいて、で彼はねシャトルっていうかね、に生物を持ち込んでしまうんですよ。猫を、フランケンシュタインっていう猫をね。でそれは禁止されてるの。もうこの時点でさ、ちょっとバカげてるでしょ、話が、うん、バカげてる ね。で禁止されてるのがバレてしまって、罰として冷凍保存されてしまうの。うん、で冷凍保存が、ホリーっていう AI だったのかな、から解除されるタイミングがなんと300万年後になってるんですよ。600万です。600万年後？やば。600万年後、失礼。やばね、それかわいそう。だから周りもなんか事故でもう死んじゃってるし、うん、唯一残されてるのが AI と、あとフランケンシュタインだと思ったらフランケンシュタインがなんか人間みたいになってるし、なんかいろいろと進化しちゃったの、猫が猫の子供がどんどんなんか猫と人間と合体したのかなんてか分かんないけどフュージョンしたのか、フュージョンしたのかなんてか分かんないんだけど、でそれで地球とか周りの惑星とかに行ってみようみたいなシリーズなんだけども、まあくっそくだらないのよ。もう豪快な下ネタ、もう豪快な、もうなんかとんでもないジョーク、もうなんていうのかな、モンティパイソンがもう宇宙に行ったらこうなるんだろうなみたいな作品で、これは知ってる人はいるかもしれないけど、コアマニアにとってはたまんない作品です。で俺レッドドワーフちょこっと見てたりしたんだけども、まあ、スターウォーズがあって、スタートレックがあって、あ、他ジェニーどうなんか宇宙系のものって、パッセンジャー好き、パッセンジャー Have you ever heard of it? パッセンジャーっていう、こう人間が宇宙で住むって話なのか、なんか火星に移動するのかな、うん、なんか確か Is it a drama? Is it it's a movie、映画なんだ。そうそうそう、ジェニファー、なんだっけあの人、Jennifer Hudson, Jennifer Aniston, Jennifer who was in the Hunger Gardner, Games. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence 主演の映画なんですけど、あ、主演とか彼女のヒロインかな。で、宇宙移住計画だったんだよね。で、みんながその飛行船に乗ってて、みんなが飛行船に乗っていて、で寝てるんですよ、カプセルにそれぞれ。で、何年か経ったら起きて、で、その何年かの間、その、どっか火星かな、どっかに着くまで普通の生活もできるんですね。ご飯とかいっぱい、シェルターとかショッピングモールとかいっぱいあって、プールとかもあってあるんですけども、突然男性がね起きちゃうんですよね、途中で。で着くまで、まあ、あと 100年後あると。でまたもう寝れないってことが分かって、生活するしかないと。じゃあもうだってもう老けちゃうじゃん、その100年とか。そうそうそう、だから生涯そこで過ごすことになっちゃうんですけど、その人は。で周りみんな寝てんの？寝てるんですよ。でそこに、ジェニファー・ローレンスがいて、で彼女眠ってるんですけど、起こすんですよね彼が。 What?彼女に恋をして、起こして、で仲良くなって恋仲になってるんですけど、いやそれがね、後で発覚して二人の関係がどうなるのかっていうのがあるんですけども、その宇宙でね二人がスペースフード食べたりだとか、こうどん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 どういう風に生活していくのか、その楽しみ方とか、そういう宇宙トラブルだとか、そういうのがいろいろ通していくんですよね。それをすごい、周りを起こすか起こさない、起こさないか問題もあるよね絶対。いや起こさなかったです、その二人だけでいたんですよね。へえ、すごい濃厚な作品だね。登場人物がめっちゃ少ないってわけだよね。めっちゃ少ない、3人ですかね実際に。実際3人ぐらい、なんかウェイターもいるんですけど、ロボットなんですよね。上半身人間なんですけど見た目がね。へー、すごく面白くて、なんか将来こういう世界になるのかなとか考えさせられる映画で、この SF なんか戦いものではないんですけども、すごくヒューマンストーリーで面白いです。へー、好きです。俺違うやつおすすめしていい？お、何、まあ、実は2つなんだけども、スターシップトルーパーズって知らない？スターシップトルーパーズはスターウォーズ感もありながら、そこにそれなりのグロテスクな描写が出てきて、まあエイリアンと戦いみたいな作品なんですよ。あ、見たことないな。で青春の1ページだった、1ページだった、デニーズ・リチャーズっていう、そうそう、それそれそれ、もうなんかもうまさに全寮制の学校のアイドルナンバーワンみたいなさ、女性の役者さんがいて、みんなかじりつくように見て、それ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 まあみんなそれ、エイリアンが出てくる、エイリアンが凶暴で、次から次へと描写はもうゲームオブスローンズ並みですよね。あ、首が飛ぶ、あ胴体真っ二つになるみたいなね。あ、見るの？そうそうそう、かなりなんていうのかな、金曜の夜酔っ払いながら見るような、ね、作品なんですよね。なるほど ね。でもう一つおすすめさせていただくのがジューンですね。これはもう先日公開されたばかりなんですけども。あ、そうなんだ。もうジューン中のネタの方じゃないですね。もうミッキーさんがね、もうずっと手のジェスチャーでジューンってやってるんですよ。違います全然ね。ティモシー・シャラメの大作品でまあこれはもう超絶スーパー壮大で、もうどんだけお金使ったのか、はい、まあいろいろアカデミーとかめちゃくちゃ取りまくったりとかするんでしょうね、おそらく。いや、これ楽しみです。
これ見てみたいです私。はい、もう超大傑作です。ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないんであんまり言いませんけれども、いきなり作品がスタートした 2,3 分以内でえっていうことが分かります。それ面白いな、ちゃんと引き込むんだそれで。まあ、映像美だけでもう朝まで話せるぐらいとんでもない作品ですけども、ちょっとおすすめしたいですね。じゃあこれムービーナイトですね。ムービーナイトいつかやりたいね。いや皆さんとイベントとかね。 Anyway, what are we talking about? ちょっと本当だよ ね話しすぎちゃうんだよこれ。気がついたアフタートークまで向かってるぐらい話してしまったよ ね。この流れで大体いつもアフタートーク入ってるからね。はいはいはい、はい、実際ね。 Fancy English Battle Season 2ウィリアム・シャトナー宇宙へ行く。ほとんどもうね、シャトナーさんに関してはもうずいぶん前に話を終えてしまったんですけども、ニュースから宇宙旅行 SF について話しました。さあジェニーさん、ジェニーさんはどのプラネットにいつか行きたいですか？ああ、わあ、ムーンでも満足かな。先生、The moon is not a planet. Oh yeah, you're right, it's not a planet. I would like to go to でもやっぱり Mars, I guess. 最初にね、ベタにいいよね、火星ね。Maybe, but I'm kind of interested in Pluto. I always thought Pluto was cute. わかる、それも。Pluto 可愛いなと思った。ディズニーの影響もあると思うけども。それもあるけど、なんか一番ちっちゃいじゃん、惑星の中で。はい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 、あ、日本語ってなんて言うんだろう、冥王星。冥王星。冥王星。しかもソーラーシステムからちょっと外れたってなんかちょっと前にあったよね。ね、なんか。ね。多分あれ戻っ、なんかね。出たり入ったり入ったりしてるよね。あ、その気分やなんだ、可愛い。ね、なんかっていうので気になってます。Yes. Jenny wants to go to Pluto. Mickey.Wow, me? I want to go to Uranus. Oh, yeah. Come on, baby. うまい、うまい。座布団一枚。ひどい、ひどい、ひどい。ひどいけど。本当ひどいです。今の自分調べてください。スペルだけ教えてあげたらどうかしら。U-R-A-N-U-S. Uranus. My anus? 調べたら意味わかりますので、皆さん、それで満足してください。アフタースクールの方ね、皆さんお楽しみしていただきたいと思います。Thank you!Jenny, thank you, Mickey, thank you, everyone. Bye, bye, bye. Bye, guys. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, everyone. Spinner から配信中 UK vs. US Fancy and English Battle Season 2. いかがでしたか? Hope you had fun. 感想聞かせてください。書いてください。ぜひ、Twitter のハッシュタグ SPINUKUS。ね、ハッシュタグ SPINUKUS、SPINUKUS っていうね、書いていただいて、そして、あなたが思うこと全部書いてくれたら嬉しいです。つぶやいてください。Yes, please. See you soon. Thank you.